こんにちは。フラクタル心理カウンセラーのようこです。この動画では潜在意識のコントロールの仕方をお教えしています。今日は少し復習から始めましょう。潜在意識を変えると能力が開発できるんでしたね。それはどうしてか覚えていますか？潜在意識は過去の自分の集まりです。過去の体験の蓄積で現在の自分ができています。過去にひどく怒られたとか、失敗したというような体験があると、それが今も影響しているのです。また、子供の頃、遊んでばかりいて、勉強や片付けなど、やるべきことをしなかったら、大人の今でもやるべきことをする癖がついていません。潜在意識の中には時間がないのでしたね。子供の頃に体験したことは、そこで時間が止まっています。だから、昔の失敗の体験や遊んでいた体験がそのまま潜在意識に留まっているのです。普段は気がつかなくても、潜在意識はあなたの心の底辺であなたの心を動かしているんですよ。今日は潜在意識の中を絵にしてみましょう。あなたの心の中はどんな風になっているのでしょうか。ということで、今日のテーマです。潜在意識は敵？味方？潜在意識は過去の自分ということをお話ししましたね。そして前の動画で顕在意識の自分は 5%、 潜在意識は 95% というお話をしました。つまり顕在意識の自分が1人だとすると、潜在意識の自分は19人です。でも必ずしも1人対19人で分かれるわけではありません。小さい頃から今まで同じことを考えていたら、顕在意識1人と潜在意識の17人くらいが同じことを考えているということになり、圧倒的に同じ思考がたまりますよね。思考の量が一定量を超えると現実化するんです。ですから、顕在意識と同じことを考えている潜在意識の自分がどれだけいるかで現実化の速度が決まります。このような仕組みだから、早く成功する人というのは小さい頃から夢を持っていて、そのことばかり考えているから、潜在意識の自分が今の自分と同じことを考えていて、みんなで協力しているのです。つまり気まぐれな性格は一番現実化の効率が悪いんです。潜在意識の自分がバラバラに違うことを考えているからです。一つのことを長い時間をかけて真剣に願ってきたことの方が叶いやすいんですよ。あなたは子供の頃何を考えて生きてきましたか？将来のことは考えてこなかった。遊ぶことしか考えなかったという人も、まだ巻き返しのやり方があるので、続けて学んでくださいね。